ひえひえい、冷蔵庫マン参上、ひえひえい。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。今日紹介する作品は試写で見せていただきました。もうね、見たかったやつです。こちらです。12月17日公開、私は一体何と戦っているのか、監督リー・トシオさん、脚本坪田文さん、そして主演は安田顕さん、小池栄子さん、あとは岡田結実さんとかファーストサマーウイカさん、そしていろんな人が出ます。安田顕さん大好き人間ですからね、僕、こうモノマネもさせていただいてるんですけど、この作品おすすめポイント3つ紹介しましょう。最初に言ってきます。ストーリーはほぼ説明しません。なぜかというと、見て確かめてください。で、予告編は貼っときます。それでストーリーをあんまり説明しないで、もう漠然としたような、もうおすすめになります。もう感想というよりおすすめが近いかな。でもね、あの気持ちはたっぷり伝えますんで、よろしくお願いします。それではおすすめポイント一つ目ですね。ただのハートフルコメディじゃないという、このポスターの一番下に共感度 120% 喜怒哀楽ジェットコースターハートフルコメディ、そうなんですよ、ジェットコースターなの。もうハートフルコメディなのよ。もうね、あのスーパーに勤める45歳の伊沢春夫という男、これ安田顕さんがやるんですがね、もうフロア主任、もう長年フロア主任やってるんですがね、もう伊沢さんにお願いすればね、何でも解決してくれる頼りになる男なんですよ。伊沢春夫もうね、対応しまくるんですけどね、同時に妄想も膨らむんですよね。あー、こうしたいな、こうやっちゃいたいなっていうんでね、妄想もバンバン膨らむわけ。もうそれがね、本当に現実と妄想ともこういい感じでシンクロしてきて、さらにハプニングも重なってくるという、めちゃめちゃ面白いの。もう安田顕さん演じるハローも面白いんですけど、周りの人たちの掛け合い、周りの人たちの存在もめちゃめちゃ楽しいわけ。リー監督と坪田文さんと安田顕さんのタッグは2作目なんですね。だからね、いろんな呼吸とかがこう分かってきて、この監督、脚本、主演、そして役者たちのこのなんていうのかな、ハーモニーとかそのシンクロ率がすごい高くなってるんですよね。で、うわー面白いな、うわ、そうそう、あるある、ぐわー、そう、こんなんなればいいなとか思うな、とか、うわ、これ起きるんだとか、どんどん楽しんじゃってるわけよ。そして中盤越したぐらいで、ぐわー、うー、こう来るか、うわー、ぐー、すいません、ぐーしか言えません、うーとかぐーしか言えません。もう映画見て確かめてください、もうね。そして見どころ2つ目です。優しさが時間が経つにつれてどん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 染みてくる春を、スーパーではフロア主任としての仕事、そして家族では父親の仕事で、まあね、頑張る、優しくて頑張るのよ。もういろいろうまくいかなくても頑張る、優しいのよ。で、最初ね、コメディとしてね、あーってケラケラ笑ってるんだけど、後半ある出来事が起こるんですね。いやー、そして映画が見終わって、最初の頃のセリフ、もうコメディで吸ったもんだしてる時のセリフを思い出すと、ずしっとしみるの。見終わった後に前半の何気ない優しさがずしんとしみる。これはね、味わってほしいな。そしておすすめポイント3つ目です。春夫を通して、春夫という役を通して、安田顕さん全開でございます。いろんな安顕さんの表情、動き、声、わー、見れます。
いやこれはたまんなかったな。こんなに見せてくれるのって安田マニアとしては楽しくてしょうがなかったですね。それと共演者の小池栄子さんもドラマから2回目の夫婦役ですよ。もう見てる方はね、もう繋がってるのよ。もう2人が立ってるだけで繋がってる。さらにですよ、さらにもう言えませんけど、そしてね、子供が3人いるんですね。その3人がね、めちゃくちゃいい。岡田結実さん、バラエティでも活躍してるのに、この役者としても俳優としてもこんなにね、白川和子さんと安田顕さんのシーンがこう何回か入るんですけど、そこがまたね、おおと思うわけよね。本当にね、喜怒哀楽が忙しかった。もう見てる方もね、もう喜怒哀楽ぐるんぐるんさせられて、もう気がついたら、ああこれあるこれあるこれ、ああうんそう、うんそうそうなんだよなーって、もういろんなシーンで思って、実は伊沢春夫のスーパーと家族での特別な物語だったんですね。いやー、そのスーパーで現実と妄想でてんやわんやしてる時にストンと、その同じスーパーの店員役の高井という店員さんがいるんですけど、それファーストサマーウイカさんがやってるんですね。今までの僕が知ってるファーストサマーウイカさんのそのいでたち、髪型とか化粧とかとは全く違った。実は僕最初分からなかったんですよ。まあ、死者を見るときに全く情報を入れないで見るんで、ファーストサマーウイカさんが出るのも知らなかったのね。またね、高井さんという店員さんがね、その妄想と現実の狭間というか橋渡しみたいな、こういうズバッセリフ言うんですよ。それがまたねいいんだけど、その高井役の女性を見ていたら、あ、日本映画界にこういう個性的な存在感ある女優さんがまた出てきたんだなと思って楽しみになったんですね。で、終わって調べてみたらファーストサマーウイカさんだったんで、ちょっとね、大げさかもしれないけど腰抜けるほどびっくりしましたね。いや、彼女ただもんじゃないですね。ポイント3つ言ってきましたけど、もうすいません、漠然としちゃって、もううとかくーとかいいとかしか言わないんですけど、僕は何でもない優しさ、その深さをしみるほど感じましたね。ぜひ見てください。12月17日公開、よろしかったら映画館で。いやー、これはしみたな。 Yeah, yeah.